せーの、しっとりしていってみょん。今回もこの二人ということは、もしかして今回もあれみょんか。はい、洋楽でございまして、ハードロックヘビメタルでございます。任せとけだみょん。あとよろしければチャンネル登録お願いいたしますだみょん。ではテーマに行きます。今回のテーマはこちらです。いいとこついてきたみょんね。はい、うぷ主ももろリアル世代なのでアルバムも持っていますね。ナイトレンジャーといえばブラッド・ギルスとジェフ・ワトソンのツインギターみょんね。そうですね、男の匂いプンプンのブラッド・ギルスと、スマートでクールな感じのジェフ・ワトソン。ギタープレイはブラッド・ギルスはアーミングの鬼と言われるほどアームを多用するタイプ。オジー・オズボーンのバンドにいた時の写真みょんね。一方のジェフ・ワトソンはフレットを指で叩くタッピング奏法の名手と言われています。エディ・バンヘイレンはライトハンド奏法とか言われてたみょんね。あとバンドの特徴としては2人のリードボーカルですね。ベースボーカルでハードな曲を歌うことの多いジャック・ブレイズ、ドラムボーカルでバラード曲とかレイドバックした曲を歌うことの多いケリー・ケイリーの2人となっております。ジャック・ブレイズは一時脱退してダム・ヤンキースに参加してたみょんね。そうですね、いわゆるスーパーグループってやつですね。今回取り上げようと思ったのは、バンドが40周年ということで来日コンサートを行うという広告をうぷ主がヤフーで見たからなんです。偶然だったみょんね。まあ偶然だったのかビッグデータからあぶり出されたのかよくわかりませんが、曲に行きましょうか。よろしくみょん。まず1曲目はアルバムドーンパトロルから、 Don't Tell Me You Love Me です。ヒット曲だみょんね。はい、ベタですが仕方ありません。80年代ハードロックの名曲の一つと勝手に思っています。うぷ主が初めて聴いたのもこれか、シスター・クリスチャンみたいです。ってことはシスター・クリスチャンは出ないみょんか。はい、ミュージカルとかにも使われるくらいのロックバラードの名曲なのですが、ベタ中のベタなのであえて外してみました。ヨウムは大好きな曲みょんけどね。まあどちらも名曲なのでぜひ聴いてみてください。それでは2曲目に行きます。2曲目はアルバムミッドナイトマッドネスから Rumors in the Air です。ひねってきたみょんね。そうですね、ナイトレンジャーにしては珍しくキーボードが主体の曲だというのと、まあ単純にシスター・クリスチャン以外だったらこれかなと思いまして。ロックインアメリカじゃダメみょんか。それじゃつまらないのでこうなりました。まあこのアルバム自体捨て曲のない素晴らしいアルバムだと思うので、ぜひ聴いてみていただければと思います。では最後の曲に行きますね。3曲目はアルバムセブンイッシーズからセンティメンタルストリートです。この曲に関しては文句は全くないみょんね。はい、シスター・クリスチャンに並ぶバラードの名曲だと思います。個人的な好みでこちらを選びました。バラードといってもパワーバラードって感じですかね。この曲はイントロから盛り上がるみょんね。そうですね、イントロからエンディングまで隙がないよねって感じです。なんか以前の動画で聞いたことあるセリフだみょん。ちなみにナイトレンジャーのアルバムから一つ選べと言われたら、私はこのアルバムを選びますね。ミッドナイトマッドネスもいいみょんけどね。そうですね、好みもありますからね。まあとりあえずアルバムもこの曲も聴いてみてほしいですね。とりあえず3曲紹介が終わりましたが、今回漏れたけど、おすすめしたい曲を挙げておきます。まず映画摩天楼はバラ色にの主題歌ザ・シークレット・オブ・マイ・サクセス、 I did it for love、 Goodbye、 When you close your eyes。 ヨウムさんもどうぞ。まず当然シスター・クリスチャン、ロック・イン・アメリカ。
ボーインザモーニング。カラーオブユアースマイル。こんなとこにょんね。ありがとうございます。というわけで今回は以上となります。よろしければ高評価ボタンも押してほしいにょん。よろしければ画面下にあるのでお願いいたします。それでは、また見てにょん。